ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日も仕事でミスをしちゃって、この世界じゃない世界に行って人生を全てやり直したくなるわ。この宇宙はたった一つではなく、他の宇宙と衝突中かもしれないという新説が出てきているぜ。この宇宙以外にも他に宇宙があるなら、他の宇宙へ遊びに行ってみたいわよね。宇宙は無数の泡宇宙でできているとする説があるが、他の宇宙へアクセスすることができないと考えられる。宇宙が泡って全く意味がわからないわ。今回は、今いる宇宙は他の宇宙と衝突中という話題から多元宇宙論まで深掘りして紹介していくぜ。他の宇宙があるなんて一体どういうことなのよ。それでは今日もゆっくりしていってね。人類はその昔、宇宙というのは静的なもので永遠に不変なものと信じていたんだ。始まりもなく終わりもない、膨張もしなければ収縮などするはずもないと考えていたぜ。それだと宇宙が誕生する瞬間ってものが全く持ってないことになるわね。宇宙の始まりやそれ以前がないような定常宇宙論は受け入れやすいものではあった。しかしながら天文学者ハッブルが、遠くの銀河ほど高速で遠ざかっていると発見したぜ。そうなると宇宙が永遠不変とは言えないわよね。そうなんだ。だんだんと宇宙の真の姿が浮かび上がってきた。そして宇宙は膨張し進化しており、これは観測においても確認されたんだ。だとしたら宇宙の誕生の瞬間はあったというのかしら。ここでもし宇宙が膨張しているとすれば、宇宙の始まりは点だったという考えが生まれたぜ。そして宇宙は誕生から膨張を続け、さらには膨張が加速しているとわかったんだ。たったの小さな点からこの広大な宇宙ができたなんて信じられないわね。無という状態から宇宙の種が誕生してインフレーションにより一気に急膨張した。そして138億年前にビッグバンという大爆発によって宇宙が始まったというぜ。宇宙の大爆発から今もなお宇宙は膨張しているってことね。こうした宇宙の加速膨張という現象とインフレーションといった理論は優れたものだ。これらは観測事実をうまく説明できている。宇宙の真の姿はこの理論が説明しているわけね。しかし問題は残されているぜ。これらの現象を説明するためには、検証が困難な存在を持ち出す必要がある。検証が困難な存在って一体何のことなの？加速膨張の理論で登場するのは、暗黒エネルギーと呼ばれるエネルギーだ。そしてインフレーション理論では、インフラトンという場が必要となるぜ。暗黒エネルギーって何？なんだか悪そうなエネルギーね。暗黒エネルギーとは宇宙を膨張させる未知のエネルギーであり重力に逆らっている。ビッグバンから膨張スピードは直感的には一定もしくは徐々に減速すると予測できるんだ。でも宇宙って加速膨張していることがわかっているのよね。膨張スピードは減速どころかスピードアップしていた。天体は引力を持っているのだが、それに打ち勝って空間を広げるには未知のエネルギーが必要となるぜ。未知のエネルギーってことは、その正体が何かはわからないの？この暗黒エネルギーと呼ばれるものは、その正体は未だわかっていない。その性質はほぼ謎に包まれたままであり、その存在を証明することも非常に困難だ。インフラトンというのはどんなものなの？インフレーションは宇宙空間を一様に満たすというインフラトンと呼ばれる場のエネルギーによって起きた。未だ仮想的な粒子とされており、その正体は何もわかっていないぜ。場のエネルギーってどういうことなのかしら？宇宙誕生直後の偽の真空から真の真空に装填するとき、インフラトンが現れたんだ。偽の真空とはエネルギーの高い真空であり、真の真空とはエネルギーの低い真空だぜ。インフラトンはどうやって現れたの？その場のポテンシャルの壁をトンネル効果によって通って出てきたためインフレーションが起きたとされる。トンネル効果とは量子論によって説明されており、本来なら通り抜けられない壁をくぐり抜ける現象だ。量子論って通常考えられないことが起こるのね。インフラトンは場のポテンシャルエネルギーとする説があり負の圧力を生み出すとするぜ。それによって後に高温高密度のプラズマに変化したと考えられる。インフラトンとインフレーションはどう関係するの？インフラトンの分布は均一でなく、インフレーションはインフラトンの濃淡を均一化する間を与えなかった。だから量子揺らぎによる濃淡は一瞬で引き伸ばされ現在の宇宙の濃淡を作ったという。だけど暗黒エネルギーもインフラトンも理論が正しいことを示すのは難しいのね。検証不能な存在を必要としない新たな説が注目されているんだ。つまり暗黒エネルギーもインフラトンもその理論では特に登場しないことになるぜ。それでも宇宙の加速膨張やインフレーションを説明することができるのかしら？矛盾なく説明できるし、これまでの宇宙論よりも高い精度で説明可能と考えられるんだ。その新説によれば、この宇宙というのは別の赤ちゃん宇宙と衝突中だと考える。別の赤ちゃん宇宙ってどういうことなの？宇宙は私たちのいるこの宇宙だけとは限らない。この宇宙以外に多くの宇宙が存在するという可能性が指摘されているぜ。この宇宙以外にも他に宇宙があるっていうの？奇想天外に感じるかもしれないが、研究者により真剣に議論されている仮説なんだ。
複数の宇宙全体を多元宇宙などと呼ぶ。多元宇宙論って聞いたことがあるわ。インフレーション理論から発展して、無数の泡宇宙が存在する可能性が導かれる。そしてこの宇宙と異なるような物理法則が成り立つ宇宙が存在し得るんだぜ。私たちがいる宇宙は無数の泡宇宙の一つでしかないのかしら。インフレーションが終了した核領域は泡宇宙と呼ばれることになるんだ。そして生まれたての小さな泡宇宙のことを赤ちゃん宇宙と呼ぶぜ。赤ちゃん状の宇宙があるなんて驚きね。最新の研究では宇宙がたった一つしかないという方が説明がつかなくなりつつあるという。泡宇宙同士は合体してより大きな泡になったりすると考えられている。泡宇宙同士が合体したらいきなり大きな泡になるわね。宇宙の加速膨張についてはこれで説明できる。つまりこの宇宙が赤ちゃん宇宙と合体することで膨張しているということだ。インフレーションについてももしかして赤ちゃん宇宙で説明できるの？もちろんだぜ。インフレーションはこの宇宙が赤ちゃん宇宙の時巨大な別の泡宇宙と合体して生じたと考えられる。これならあっという間に宇宙が大きくなったとしても不思議ではない。この新説はかなり有望だと思えてきたわ。理論としては優れているものの、やはり観測的に検証するのは難しい。そのため暗黒エネルギーは存在するという説も根強く信じられているといった状態だぜ。私たちの宇宙は他宇宙の一つという理論は、証明する手段がないとされてきた。この宇宙は他の宇宙と幾度となくぶつかってきたということだぜ。それを証明するというのは確かに不可能に近い気がするわね。新たな研究では、他の宇宙とぶつかったという痕跡を見つける方法を考案したんだ。コンピューターアルゴリズムを開発して、その痕跡を発見しようと試みたぜ。そんなことがコンピューターでわかるの？他宇宙は超高速で膨張しており、他の宇宙と衝突が起こったとしたら宇宙誕生初期と考えられる。そこで登場するのが宇宙マイクロ波背景放射だ。宇宙マイクロ波背景放射って何？宇宙の誕生であるビッグバンからおよそ38万年後までは高温プラズマが宇宙を満たしていた。そこで放出されたマイクロ波であり、宇宙誕生直後の全体像を知ることができるぜ。宇宙の始まりは現在の状態とはかなり違っていたのね。他宇宙は宇宙誕生直後の混沌とした揺らぎから発生すると考えられるんだ。宇宙マイクロ波背景放射の模様から、わずかな衝突の跡を探した。それで何か新たな発見があったのかしら？コンピューターアルゴリズムを用いて人間では発見できないわずかな痕跡を検出する。すると衝突の痕跡として証拠となりうるような特徴がいくつか発見されたんだ。これはもしかすると有力な証拠になるかしら。しかし今の段階では、この結果は未だ可能性を見つけたに過ぎないという。より精度の高い観測データを得ることができれば、また一歩研究が進むと期待されているぜ。いつか宇宙の衝突が証明される日が来るのかしら。現時点では何とも言えない状態だ。複数回衝突が起きていて、痕跡がすでにわかりにくくなっている可能性もある。他宇宙の存在を証明するためには、今後さらに詳細な観測データを待つしかないわね。多元宇宙論として、他世界解釈という説もあるぜ。観測物理学者であるヒューエベレット氏が量子力学の分野から提唱した理論と言われている。量子力学ってよくわからないのよね。物質の単位である量子の世界における物理法則に関する学問のことだ。量子とは、粒子と波の性質を合わせ持った非常に小さな物質やエネルギーの単位だぜ。例えば原子みたいなものかしら。原子を構成している電子や陽子などが量子というものだ。光を粒子として見た時の光子やニュートリノなどの素粒子も量子だぜ。超ミクロの世界ってことね。1メートルの10億分の1という小ささよりもっと極めて小さい世界と考えられる。ナノサイズの世界では私たちの物理法則は通用せず、量子力学という不思議な法則を持っているんだ。量子力学と他宇宙がどう関係するのかしら。量子力学においては、物事が確率的に起こるとされるんだ。このことから他世界解釈では、人々が選択を行うたびに世界は分かれていくと考えるぜ。選択するたびに別の世界が生まれるなら、世界はとんでもないようになってしまうんじゃないかしら。他世界解釈では、選択した世界とは違う世界が無数に並行して存在するという。しかし互いに影響を与えることはないと考えられる。別の世界があっても行ったり来たりすることはできないのね。これについては証明することができるのかしら。他世界解釈についても未だ証明はなされていない。しかし一方で存在しないとも言い切れないぜ。今のところ私にはとんでもない理論にしか見えないわ。他世界解釈について多数の研究者が好意的な意見を表明しているんだ。例えば、スティーブン・ホーキング氏など著名な学者から複数支持されている。なかなか奥が深い理論なのね。原子ブラックホールがビッグバン直後に無数に生まれた別の個宇宙だとする説もあるぜ。原子ブラックホールは星の崩壊ではなく、高密度の空間が崩壊して形成されると考えられる。
ブラックホールって重い星が重力崩壊してできているはずよね。原始ブラックホールは宇宙の始まりビッグバンの直後の初期宇宙にて生まれたと言われているんだ。一般的なブラックホールとは違うぜ。初期宇宙ではどうして空間が重力崩壊したの？初期宇宙は非常に高温かつ高圧だった。そのためわずかな密度差で空間自体が重力崩壊したぜ。インフレーションの時、この宇宙から分岐してたくさんの他宇宙すなわち高宙ができたという。本当にそんなことが起きたのかしら？インフレーションで生まれた高宙は、原始ブラックホールとして認識される。ただしインフレーションの際の密度揺らぎは非常に小さく原始ブラックホールの形成は稀だ。原始ブラックホールってどれくらいの大きさなの？宇宙初期の限られた中で作られたことから、地球と同じくらいの質量と言われているぜ。大きさはわずか9ミリメートルほどで、ミニブラックホールとも呼ばれる。インフレーションでどうやって高宙が生まれるのかよくわからないわね。宇宙が急膨張するとき早く膨張する場所とまだインフレーションを起こしていない場所があるぜ。それらは小さな泡のようにいくつも混在し、多数の高宙のみならず摩耗宙も生まれるんだ。宇宙全体が一斉に大きくなるわけではないのね。遅れてインフレーションが起きたところは、先に急膨張した領域から表面は急激に押し縮められて見える。しかしその領域自体は全体として急膨張して見えるが、押し縮められた部分は小さな空間となっているぜ。そして周囲の空間と新たにインフレーションした空間を繋いでいることになるんだ。すでにインフレーションが終わったところが親宇宙で急膨張したところが高宙ということかしら。そして遅れて摩耗宙も誕生すると考えられる。押し縮められた虫食い穴のような小さな空間は、ワームホールと呼ばれているぜ。ワームホールって何？アインシュタインの一般相対性理論の中で重力場の方程式の一つとなっているものだ。二つの離れた領域を結びつけるトンネルのようなものと言われている。まるで SF みたいな話ね。高宙や摩耗宙は、やがてワームホールが消えて親宇宙とは独立した宇宙になっていくぜ。親宇宙にできたワームホールの先に高宙ができ、高宙のワームホールの先に摩耗宙ができていく。それなら宇宙が無限に増えていくわね。すると私たちの宇宙は別の大きな宇宙のブラックホール内部にある可能性もある。そして私たちの宇宙のブラックホールも大小含め、別の宇宙につながる入り口とも考えられるんだ。ブラックホールから他の宇宙に行けるの？あくまでも仮説だが、ブラックホールに吸い込まれた物質はホワイトホールで吐き出されているという。そして別の宇宙の星の構成成分になっているぜ。もしかしたら将来ワームホールで宇宙旅行が楽しめるようになるかもね。今回は、今いる宇宙は他の宇宙と衝突中とする新説や多元宇宙論の奇妙な世界について紹介したぜ。この宇宙以外にも宇宙が無限に存在することが、真剣に研究されているなんて信じられないわね。私たちが常識と思っているものは、宇宙スケールでは通用しないものみたいだ。他宇宙があるなら行ってみたいけど、一切アクセスできないというのがかなりがっかりよね。現時点ではそういうことになっているが、研究が進めば他の宇宙にアクセスできるかもしれないぜ。いつかワームホール旅行で他宇宙を遊び尽くす日が来ることを楽しみにしているわ。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。